sorry? I run the county. You run the county? Yeah. Come in. Yes, sir, you're free to go. こんにちは、密着記録へようこそ。2022年6月19日午前8時、フロリダ州の警察官は95号高速道路沿いで車両のスピード違反取り締まりを行っている。この高速道路の制限速度は時速113キロである。突然、警察官は赤いフェラーリが目の前に猛スピードで走っているのを発見し、すぐ加速して追いかけ止めようとした。スピード違反とされたのがフェラーリスーパーカーで、警察官もしばらく追いかけてやっと追いつくことができた。この時フェラーリが急ブレーキをかけ、やばい、ぶつかりそう。警察官がフェラーリに対して測定した車速は時速148キロで、制限速度の113キロをはるかに超えていることが分かった。運転手は制限速度を超えていることに気づかなかったと主張。警察官は運転手から免許証を受け取り、パトカーに戻り情報を確認した。その後、2週間前に運転手が同じスピード違反で警告されていたことが分かった。この警察官は優しくて、基本的にスピード違反全般に対して警告しか与えず、しかし運転手は少し前に別のスピード違反で警告されたため、今回切符を切ることになった。With that being said, it's going to be payable within 30 days. Three ways to take care of it. I'm sorry? I run the county. You run the county? 運転手は突然、俺はこの郡を管轄していると警察官の話を遮った。彼はまさか、フロリダ州フラグラー郡の委員長のマリンズだったことが後に分かった。Okay, but I just have to explain your options. I don't want any miscommunication, so I just have to explain them, okay? 警察官は最終的に切符を切ることを決め、流れに従ってマリンズに罰金の支払い方法を説明した。Option 1, pay 3 points on the license. Option number 2, I've highlighted them all for you. Take the basic driver improvement course, so it'll actually take the points off the license as long as you take it prior to paying the citation. The third one, you can also contest it in court if you'd like to, and try to fight it that way, okay? Any other questions? Alright, just have to be in touch safe, alright, bud?切符を切られた後、アクセル全開、猛スピードで再び暴走した。実は十数日前に、ある警察官は制限速度96キロの道路で時速145キロで走っているグレーのベンツ SUV を発見。彼はすぐ警報灯をつけ、サイレンを鳴らし車を止めた。そして、止められた運転手はまさにマリンズだった。案の定、警察官との交渉中、マリンズは「俺は軍を管轄している人だ」と強く主張。しかし、警察官はマリンズの身分を無視し、スピード違反の切符を切った。What county?
you get out of this car, you're going to jail. Sir, if you want to see anything, you were going to stay in the car. この時マリンズは私を逮捕するならば君は仕事を失うことになるだろうと警察官を脅していた。マリンズの脅迫に対し警察官は その後担当警察官は報告書の中にマリンズ委員長は極めて優越感を持ち非論理的で無礼な人物であったと記入。今年51歳のマリンズは不動産産業、娯楽業、スポーツ業などの分野で数多くの会社を経営している実業家である。事件当時彼はフラグラー群委員として4年間で勤務、そして2021年群委員長に選出された。切符を切られた後マリンズは何度も裁判官に手紙を書き、会議に遅れたためスピード違反をしたと主張し寛大な処置を求めた。2022年7月5日マリンズはスピード違反で約3万8000円の罰金を支払い、4時間にわたる交通講習を受けることになった。彼がスピード違反の動画が急速に広まり、その際に逮捕を逃れようと自身の権力を示して警察官を脅したことが話題になった。現在再選を目指すマリンズは軍の皆さんに、私はスピード違反の罰金をすでに支払い、交通講習の学習も完了しました。特別扱いを求めたことは一度もありません。警察官との話し方を後悔していますが、法執行機関を完全に支持しています。そして、次の選挙での勝利を期待していますと発表。